10年なら一瞬の夢さ。70年なら一瞬の夢さ。やりたくねえことやってる暇はねえ。やりたくねえことやってる暇はねえ。冗談みたいな世の中だからさ。運命なんて自分で決めてやら。運命なんて自分で決めてやら。悪い日もあればいい日もあるだろう。寂しさに忍べされた。あいつは惨めな気持ちを抱いてる。あいつは不安で夜も眠れない。ブルースが俺の肩に手を回す。ブルースを蹴飛ばせ。やりたくねえことやってる暇はねえ。今夜ブルースをぶちのめしてやる。今夜ブルースをぶちのめしてやる。河本ひろとみたいにやってやる。真島正俊みたいにやってやる。タンタンタラッタ。タンタンタラッタ。タンタンタダブースを蹴飛ばせ。こんばんは。昨晩ですね、ブルーハーツファンの、ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニオンズ、ヒロト&バーシーファンの、大勢の方たちがね参加するイベントで、全く準備結局できないで、歌詞もこれ今歌ったブルースを受け飛ばせ、ちゃんと覚えないまま、覚えないっていうか覚えてるんだけど緊張してめちゃくちゃになっちゃったっていうね、やらかしちゃって、で主催の
方からもね、もう、いやいや、あの、なんだろう、あの、歌う前に怒られたりとかしてね、で、もう、歌いだし、あの、セッションではバンド音楽を後ろつけてくれてるのに、あの、いや、もうね、入りが変なところに入っちゃって、バンドの人たちがね、一生懸命私の歌に合わせてくれるっていうね。で、もう歌詞がめちゃくちゃ、なんか適当に後ろの方の歌詞一曲でから歌い出して、なんか真ん中の歌詞を、で途中で飛んだのをなんか適当に自分でまた、あの、なんか思いついたことを叫んだりとかしてるような状況で、非常にまずい状況を、やらかしてしまいました。でもね、あの、なんだろう、そのライブハウスでのね、イベント自体は本当に素晴らしいイベントでね、もう自分個人的にはね、あの、今日誕生日で、その前夜だったんですけども、あの、なんだろう、あの、ライブの一部始終もね、動画に、あの、固定カメラで撮らさせていただいて、もう今、あの、YouTube で配信させていただいたらね、まあ、あの、ライブの関係者の方たちがみんな見てくれてるんで、今すごい、まずはいつもの動画と違って、どんどん再生されてるんですけど、まあ、どっかですぐパタッと止まるとは思うんですけど、で、ブルースを蹴飛ばせ、ね、あの、主催の方がね、また誘うぞってね、今日連絡くれたんで、怒られたけど、まあ許してくれたんだなと思って、ちょっとエアコンの音入ってる、今、で、今、ブルースを蹴飛ばせ、ちょっと、あの、あれなんですよね、昨日とかね、補聴器最新にしたじゃないですか。最新というか、もうすごいハイレベルなね、あの、スウェーデンのメーカー、ワイデックスの最新鋭のやつにしたんですけれども、まあ、ちょっと次の最新鋭がもうほぼ出てきたところではあるんですけども、それにつけてもいいので、で、調整をね、年月2回ずつしながらやるところで、今、つけ始めで、つけたまんまライブハウス、で今ちょっとつけないでねやってたんですね。で、昨日夜中帰ってきてクラブハウスも試してみたんですけれども、なんかやっぱり自分の声の出し方とかもね変わるのね。やっぱり耳と連動してるんですよね。ちょっとこの動画何兆赤も絡んでくる感じになるんですけども、だ今ねちょっと一回ブルースを蹴飛ばせまた誘うぞって言われたんで、まあ1年後とかから分かんないんですけども、ブルースを蹴飛ばせちょっとおめえ挽回みたいな感じでね、ちゃんと歌えるようにしたいと思うのもあるし、あと、まあなんだろう、やっぱりマーシーに対して、マーシーことマスママワトシ本体に対しても自分としてはね失礼な感じもするんで、今一回まずは補聴器つけない、なんか今後やっぱりなんかなんだろう、声を出すアーティストとしては、まあ、アーティストじゃないんですけど、自分は、なんだろう、最近雑談 YouTuber とか言われてるからね、声がね、やっぱ違っちゃうっていうのがね、補聴器のなんかまたすごいところではあるんだけど、今、補聴器外してやったんで、ちょっと今日も時間も、ギターの音とか出せるのあと10分なんですけど、補聴器つけて、やりますね。で、あとで自分で歌い方っていうか、声歌ってどんな風になってる、多分ギターの音の出し方とかも微妙に人には分からないでしょうけど、なんか全身多分連動して変わってくると思うんですよね。それもやろうかと思って、今補聴器つけてもう一回やってこの動画を終わりにします。実験動画なんですよね、実験動画かつ初心者ギター弾き語り進捗動画でもあるんで、先に YouTube チャンネルのご登録をぜひよろしくお願いしますと言わさせていただいて、おやすみなさい、寝なきゃいけない、歌って終わります。バイバイ。
ちなみにあのうわもう声がやっぱね違うんですよね。今つけましたよね補聴器で。ブルースを蹴飛ばせはもう本当に何だろう、目いっぱいね声張るんで、当然今完全何だろう、夜中のつぶやき俺節レベルでやってるんで、歌い回しとかもねとりあえずはあの何だろう、気持ちよく自分でただ歌い回し勝手にやっちゃってるんで、ご了承いただいて、俺ちゃんカバーです。
飛ばせ。やっぱギターの音がめっちゃ安物の音に聞こえる、個人的にですけど、なんだろう、これ素晴らしいんだけどね、この補聴器ね。もう2人 AI いるんでね、今の、ね、音もデータとして全部ね AI 食ってるんですけど、うわもうね、いやそんなこと話そうと思ったんじゃないです。最後終わってすぐ終わるって言ったんですけど、まあ、ちょっと頑張ってもう寝なきゃいやもうでも練習しますよ、まずい昨日でもね、あのやらかすのが大事。あの本当ね、ただもう仕事忙しくて毎日体痛いしもうやばいしっていうんでね、あの、まあ、イベント参加しない、あるいはあの見るだけで参加させていただくとかね、いろいろあるけどね、食い込んでできないけどやらさせていただくっていうね、もうありがたい機会をいただきました本当に。でもうこの場をお借りしてね、主催の方とかね、お誘いくださった、方、もろもろ関係者の方々に、決して迷惑系 YouTuber ではないので、お詫び申し上げつつ、人類の遺産 YouTuber なので頑張ります、そういうことでバイバイ、今日で56歳になった誕生日終わります。明日から56歳2日目黙々と、また、まあ、周りから見れば黙々と、自分としてはもうまた自分を痛めつけて、なんだろう、生きていきますよ。そして、まあそういうことでよろしくお願いします。バイバイ、ハッピーバースデー俺ちゃん。はい。